福井県坂井市丸岡町で、ガラス工房スタジオ歌唱をやってます田島義孝と言います。技法としてはバーナーワーク、それからフュージング、フュージングっていうとキルンワーク、電気炉でやる、それからサンドブラストで、ステンドグラス、これはサンドブラストっていう色付けしているわけではなくて2層になっているガラスがあるんですけれども、それを彫り込んで下地の透明を出している。ただ永遠に退色することはない。お休みライトになるんですけども、こちらはこのバラの立体的なものとか、こういうお魚、この金魚とかもそうなんですが、これは全部バーナーワークで、乳白のガラスの上にバーナーで作ったパーツを乗せて電気炉で焼くんですね、一度で。そうすると下地のガラスとバラのパーツがくっつきます。でさらにそれをもう一回電気炉に入れて型に乗せて少し R で曲げます。でできたこの楕円形のガラスをステンドグラスの技法で組み合わせて、小さいけども結構手間がかかってる技法ですね。サンドブラストの技法で作った牡蠣とか、これ大鉢ですね。これは鉄線の柄の牡蠣になります。でこれはこういうアンバージーに、紫のガラスが着せてあるっていう2層のガラスを彫り込むことによって、こういう表現ができるので、同じようにこういうグラデーションも彫り方の、コンマ何ミリの世界ですけど、そういう彫りの深さによってこのグラデーションを出して、こちらの作品は、福井県の、顕微展っていう、コンテストがあるんですけど、入選した作品ですけども、簡単に言うとキルンワークと、サンドブラストと絵付けが入った工程工程で焼かなきゃいけないので、実際的には7回ぐらい電気炉で焼いて、今回ちょっと去年の夏頃から作り始めたガラスの初道具ということで、主に硯っていうのはもちろん石でできているものなんですけども、これは全てガラスで作られてます。書なんで、ちょっと墨流しのイメージでこの蓋もガラスでできてます。炭は昔から病人にすらせた方がいいっていうくらい、ゆっくり弱い力で時間をかけて吸っていくのが良しとされてて思います。このような感じで炭が吸えてきて、このガラスペンを使ってこの吸った炭で書くこともできるので、例えば私の名前ですね、こんな感じで、ちょっとこれは細字で仕上げているんですけども、炭でガラスペンで書くこともできるね。この吸った炭で、これはバーナーワークで作ったガラスペンです。バーナーワークをする時の色の組み合わせでほぼ無限にいろんなものが色のペン軸が作れます。